今日はハマスとイスラエルの戦争について、最新の状況を お話をしたいと思います。で、イスラエル軍はですね、地上作戦については、もう現在、焦点は南部の方に移っているわけですけれども、最近の報道ではハンユニスという南部の中心都市のですね、中にナセル病院という病院があるんですけれども、そこにハマスの戦闘員とかをかくまったりですね、あるいは人質をそこに拘留していると、そういう情報があるという、そういう理由でですね、イスラエル軍が特殊部隊を送り込んで、さらに戦車部隊その他で攻撃破壊をしたということが報じられています。で、その中でですね、イスラエル側の人質の遺体も発見されたということを、イスラエル側は発表しているわけです。で、こういった病院地域のに、傷痍軍人等を収容するということ自体はですね、これは別に戦争法規違反ではないわけで、本来から言うとですね、例えば赤十字のマーク、あるいは新月社というんですか、イスラムの場合は月を使うんですけれども、そういった表彰をつけていればですね、攻撃をしてはならないということにはなってるんですけれども、戦闘員をかくまっているというような理由で、戦闘の一拠点になっていると意味だと思うんですが、イスラエル軍は情け容赦なく攻撃をしたということになるわけです。で、これでですね、このガザ地区にある主要な病院ですね、これはほとんど破壊をされたか機能を喪失していてですね、もともと医薬品等もほとんど封鎖によって届かないという状況だったんですが、さらにそれを治療するですね、病院施設も主要なところを破壊されてしまったということになるわけですね。で、この戦闘が始まって、以降ですね、水や電力も止まってますし、こういう医療品も決定的に不足していて、ほとんど送り込まれていない。で、そういう中で、汚染した水等によってですね、子どもたちが感染症にかかると、これが蔓延している。あるいは攻撃によってですね、すでに2万8000人以上の人が亡くなっているわけですけれども、そのうち約3分の2は女性子どもだというふうにも言われているわけです。明らかな非戦闘員ということですね。で、ハマスの戦闘員自体をどの程度、損害を与えているかということについては、確実な数というのはよく分かりません。イスラエル側の発表はありますけれども、どの程度それが確実なものかということも分からない。それからイスラエル側の損亡についてもですね、ほとんど確実な情報はないわけです。で、断片的に何人この戦闘で亡くなったというような情報はですね、出ることは出るんですけれども、せいぜい何十名といったような単位でですね、これの累積の数でイスラエル側の損耗が尽くされているかどうか、これも実態は分からないわけです。で、特に地下の行動陣地の掃討作戦についてはですね、常識的に考えると、待ち伏せしていろんな仕掛けもある、しかも真っ暗闇の中で行動で、蜘蛛の巣のように張り巡らされた行動でその中に進出して掃討していくというのは、これは大変なリスクと、そして時間、犠牲を伴うわけですね。で、これがですね、簡単にできる道理はないわけですけれども、この作戦の実態についてもほとんど報道はありません。特殊工兵部隊を送り込んだとか水攻めをしているというのが断片的情報はあるだけでですね、それがどの程度の効果を上げているのか、イスラエル側はもう、何百、メーターとかですね、
そういうオーダーで、例えば大隊が、戦闘して数週間で数百メーターを掃討したというようなことも言ってはいるんですけれども、しかし一総領として全体の何割を掃討したか、一部にはまあ2割というような声も出てますが、これも全体像がわからない中でですね、どれだけ、まあ掃討したのか、イスラエル側も手探り状態というのが実態ではないかというふうに思われます。で、行動の総距離についても最初400キロと言っていて500キロになり、まあ最近出たデータではですね、まあ、720キロぐらいはあるんじゃないかというふうにも言われています。で、深さも、まあ、一番深いところは90メーター以上あるだろうと言われていて、まあ、実態は推測に勢いでないということですね。で、こういう状況ですから、まあ、戦闘が長期化するのは避けられない。そして、民間の非戦闘員が、ね、どんどん、まあ、損耗が増えていくと。で、人道的な危機状態はますます深まると、こういう状況なわけです。で、現在一番の問題はですね、120万とも言われる、パレスチナ人の国内避難民がですね、エジプト国境に押し寄せているわけですね。特に検問所のあるラファという町の付近に、まあ、集中しているわけですけれども、エジプト側は従来からこの国境は封鎖をしたままにしています。で、これには理由があってですね、ハマスというのはもともとエジプトのイスラム同胞団という組織があるんですけれども、まあ、彼らはイスラムの中でも異端のこの勢力というものを敵視してですね、まあ、テロも辞さないという、まあ、怪奇集団で一種のイスラム原理主義者なんですが、そのためにエジプト政府からも弾圧されてますし、しかし民衆の間では非常に根強い人気があると。で、シシ政権はですね、もともと合法的なその選挙によって、第一政党になったイスラム同胞団の政権をですね、まあ、クーデターによって倒す形で当初成立した政権です。で、まあ、その後選挙を一応やって第一党にはなってるんですけれども、こういう、クーデターによってもともと成立した軍事独裁政権的な色彩は今でも、まあ、色濃く残ってるわけです。で、そういう意味ではこのハマスも、イスラム原理主義に立つ武装勢力ということで、浸透を非常に警戒しているわけですね。またこの大量の難民の受け入れそのものがですね、まあ、エジプトにとっては負担であり、経済的にも問題になりますし、またそれなくても高い失業率がさらに高くなって、それによる、まあ、暴動と治安の悪化とかですね、まあ、こういうことも起こりかねない。で、政権全体の、不安定化や社会全体の動揺にもつながるということでですね、まあ、受け入れは頑なに拒否をしてきたわけです。しかし、ここに来てですね、それがいよいよ、まあ、限界に来ているということなんですね。で、もちろんこのハマスの、犠牲に対してですね、まあ、イスラム同胞としてのこの、同情心というか、これはまあイスラム教の教義から言ってもですね、攻撃を受けているイスラム教徒を助けるというのがですね、イスラム全体のこの義務であるということがコーランの中でも謳われているわけですね。そしてそういうものは追っ払ってしまえと、撃退しろと、まあ、こういうことが言われているわけで、まあ、そういう意味ではですね、エジプトとしてもですね、このまま見捨てておくというわけにはいかないわけで、まあ、一般民衆はそういう意味ではですね、当然ながらハマスに同情的で難民を受け入れてでもですね、この支援すべきだというような声が強まっているわけですね。またエジプトはこのイスラムの世界の中では、まあ、宗教的にはサウジアラビアがメッカやリヤドを抑えている関係もあってですね、まあ、中心地であることは間違いないんですが、人口規模とか、まあ、そういった意味ではエジプトはですね、この中東世界でも、まあ、一つの、エジプト文明の歴史というのもありますし、
一大、地域大国であるわけです。で今このガザの平定に向けてはですね、まあ、以前にはトルコの問題で核に絡んでお話ししましたけれども、まあ、トルコもですね最近はこのガザへの軍の派遣ということをますます声高に言うようになっています。でもういよいよ出発すべき時だということで軍もまあ準備を整えていると。でイスラエルとトルコはもともと非常に親しい関係にあったわけですけれども、しかし、まあ、NATO の一国であるにもかかわらずですね、トルコは非常にまあイスラム色を強めてですね、現在ではまあ反イスラエルという立場を、まあ、エルドラン大統領がですね、鮮明にしている。で軍の派遣も、まあ、準備してですね、非常にまあいつ行動に出るかわからないという状況になっているわけです。でこういったトルコの動き等に対してもですね、牽制するというか地域大国としてのプレゼンスを示す必要もあるわけで、まあ、そういう意味ではエジプトもですね、トルコが動けば、まあ、それに対応してですね動く可能性というのは十分あるわけです。で、サラト大統領の時代にですね、エジプトは第四次中東戦争後ですね、イスラエルとは平和協定を結んでですね、そしてシナイ半島を返還してもらったと、まあ、こういういきさつがあるわけで、そういう意味ではですね、もともとエジプトはこのイスラエルに対しては協力的だったんですけれども、まあ、こういうガザ地区でのですね、ネタニヤフ政権の強硬策がいよいよ、まあ、国内の不満を抑えきれないほどに過激化しているということで、このシシ大統領もですね、この声に押されてですね、まあ、動かざるを得ないと。でもしこれ以上動かないでいるとですね、自らの政権が危うくなりかねないと、こういうところまで来ているわけです。そういう意味ではですね、このエジプトの動きというのも、目が離せませんし、またトルコとの連動ということもあるわけで、単にイランとか従来のイラン対イスラエル、あるいはアラブ対イスラエルという構図だけでは捉えられない、より複雑な地域間大国の、まあ、駆け引きというこういう様相が今中東では強まっているということです。今日はこれで終わります。